ございます。全然テンション低いや。高すぎな。本日コワイコはですね、支笏湖に、来ております。今日はですね、オーシャンデイズさんにて支笏湖のアクティビティを体験していきたいと思います。楽しみにしてました。日頃からお世話になってる、はい、オーシャンデイズさんのご好意でね、今日はいろいろと体験させていただくんですけれども、サップとか、あとはカヤックとかね、あとシュノーケリングとかもできて、パッドバイク、もういろいろな、ね、楽しみ方ができるので、今日はね、大満喫だっていう一日になること間違いなしだと思いますので、早速楽しんでいきたいと思います。これで今やり合いますから、どっちが怖いか、ほっこの。いや、自転車的にはたまんないよね、これは。来ました。森の妖精になってくるの。やめさ、近くに。ゆりや、大丈夫。全然ついてきてない。早いもん。水たまりにたくさん入りました。誰なんですか、今日この人。海上保安庁です。どうも、坂口ゆりやです。というわけで、七条大滝到着しました。よくテレビで滝が見るけど、こんな近くで見たら初めてかもしれない。この自然が作り出す魅力にみんな惹かれちゃうんでしょうね。すごいね。寒いね。いいのかな。買ったばっかりの iPhone14 Pro、 さすがにこれは先には入れられないな。22万円の携帯とともに行ってきます。甘いっすね。さっきの映像は撮れてませんでした。もう一回、22万円の携帯とともに行ってきます。何色の底力を。決めました。いや、こっち来な。
いや、落とすんだよ、相手を。え、こんなに持ちっぱ持ちっぱでいいよ。こういうのないしこつこの湖をしっかりと感じに行きたいと思います。行きます。おお。絶対この方が早いっす。ああ。どうした。もうゆうやにちょっかいかけるのが面白かったです。めちゃくちゃ楽しかったです。